今回はヘラクレスオオカブトにツインターボ V8 エンジンを積んでみました。土台となるモデルはGブラシコアで作りました。搭載したエンジンは日産 R35GTR の VR38DETT、V6 ツインターボエンジンです。550馬力もあるすごいエンジンです。個人的には150馬力のエンジンの車にしか乗ったことありませんが、それで十分です。550馬力もあったら一体どうなるか恐ろしいです。モデルはレジンの節約と脱落防止の両方で中空にします。空洞部分のレジンを抜くための穴を忘れずに開けておきます。小さな空洞を見逃さないように慎重にチェックしました。3D プリンターのフォトン M3 は少しビルドプレートが大きめなのでこれくらいのサイズならギリギリ一発でプリントできました。カメラのせいもありそうですが、二次効果によって黄色に変色しています。どうせこの後真っ黒に塗装するので問題ありません。ボディの基本塗装、黒とシルバーの塗装の様子を動画に撮っていませんでした。赤の部分をマスキングして塗装しました。ただマスキングが間違っていますので後で塗装し直しました。塗料が乾燥したらマスキングテープを剥がしました。足が折れました。折れた足を瞬間接着剤で修理しました。いつものことなので慣れたものです。ここの塗り分けも後でやり直しました。ホースバンドは、モデルの段階でミラーリングを忘れていて反対側にはありません。データは修正しましたがプリントし直すのは面倒なのでこのまま行きます。この辺のパーツは別部品にしておけば塗り分けが楽かもしれません。キノコを緑に塗りました。これはフィラメントタイプの 3D プリンターでプリントしたもので表面がザラザラです。普通のとエンジン付きの両方が完成しました。